せしました。京都立花高校吹奏楽部のファンの皆様、お待ちかねのグッズ紹介を始めますよ。この度の第59回定期演奏会で販売されるグッズはどれもおしゃれで可愛らしいデザインが目白押しです。まずは京都立花のシンボルバナーをモチーフにしたタオル、15th レギュラーコンサートと今年度のテーマであったシークザ社員と書かれた記念タオルです。2つ目はアクリルキーホルダー A です。シークザ社員と書かれた音符に座る生徒さんのキーホルダーです。3つ目はアクリルキーホルダー B です。黄色、オレンジ色、青色の風船を持ったキーホルダーです。4つ目はトートバッグです。サブユニフォーム、コンサートユニフォーム、オレンジのメインユニフォームデザインのトートバッグです。5つ目は缶バッジ A、フラッグです。カラーガードの旗にシークザ社員と書かれた缶バッジです。最後6番目は缶バッジ B、 衣装です。立花シニアハイスクールバンドと書かれた下に3つのユニフォームが描かれています。販売場所はロームシアタープロムナード2階になります。販売時間は15時30分からで、1会計につき各グッズ3個までの購入になりますのでご注意ください。去年はすぐにグッズが売り切れてしまったため、今年はたくさん用意していますとのことです。またパルスから発売されている DVD、 ブルーレイも販売されます。素敵な音楽と素敵なグッズで幸せな気分に浸りましょう。会場へ行けない方はネット配信もありますので、そちらで楽しみましょう。それでは良い週末をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。ねえねえ、敵ニャンショップって知ってる？いろんな敵ニャングッズがいっぱいあるんだよ。ここでしか買えない素敵な限定アイテムも。絶対アクセスしてね。 T シャツ取りに系外の敵ニャンショップで販売中なのだ。